こんにちは、シエロディです。今日はですね、当選しませんでした。朝8時45分かなからトラビス・スコット、AJ1 ローのリバースモカ、これのですね、ライブコップ、要するにオンライン生配信でのスニーカーズ購入チャレンジを行ったんですけれども、全然当たりませんでした。僕今までね、たくさんのトラビス・スコットナイキ関連のですね、動画を上げさせていただいてるんですが、このリバースモカ、今回がね、一番注目度高かったです。でツイッターの方にもね、載っけたんですが、今日はね、生配信の時の同時接続が1800人、まあ僕が見た画面上では2000人以上超えてたんで、すごい人がね、集まってくれて見てくれたっていう感じなんですよね。僕が普段出してる動画よりも公開開始からの瞬間の視聴回数っていうのはだいぶ伸びが早かったんですよね。そういうことからめちゃくちゃ注目されてたモデルなんだなというのを改めて僕は実感したんですけれども、今日ね、買えた方の数がですね、後で集計してみたんですけども、だいたい30人弱でした。これ弱って言ってるのはなんでかっていうと、奥さんとか兄弟とか友達のアカウントもね、含まれてたというのがあったので、そういう人たちを数に入れるかどうかちょっとね、難しかったんですけれども、大体まあ25人から30人ぐらいいたかなっていうところです。まあ累計1万人の方が見ていただいてたとしても、その全員がチャットにね、自分が買えた買えなかったっていう結果を書き込んでるわけじゃないんで、まあこれをね、全体的な、確実なその統計とは言えないんですけれども、一応ね、途中からこのアンケート機能っていうのがあるのを僕教えてもらって、視聴者の方に、それで買えたかどうかということを聞いてみたんですけども、割合的には 6% 買えたっていうふうに言ってくれてるわけですね。まあちょっと 6% は多いかなと思いつつですね、やっぱりこれね、この集計から考えると2000何百人の中から 6% ってことは100何十人とか当たってるのかなって考えると、ちょっと多いなっていう気もするんですけれども、もともとね、メンズサイズ、アダルトサイズに関してはですね、5万5000から6万足のですね、世界全体での足数が販売されるんじゃないかなというふうに言われてたんですが、おそらく僕は日本に入ってきたのは数千足っていうところじゃないかなと思います。その中でもね、昨日もお話しさせていただきましたけども、アトモスのね、本名さんが、ツイートしていらっしゃった内容で、まあ、アトモスの方ではね、すごい数は少ないということをおっしゃってたので、唯一のね、日本で買える正規アカウントのアトモスさんが少ないということを言ってたっていうことは、基本的にはスニーカーズが、ほぼ全てを占めてたんじゃないかなと思いますね。日本では、海外でね、あのエンドクロージングと、あと、ドーバーストリートマーケットロンドンですかね、の方で今日のね、16時まで抽選の受付してたみたいなんですけれども、これらに関してはですね、多分僕が主になんですが、めっちゃ足数少ないんちゃうかなと思うんですよ。1店舗に100足も入ってないんじゃないかなとおそらく思ってます。それがね、今回ね、ナイキが自分の EC サイト、要するにスニーカーズの方で売りたいっていうのがね、僕は姿勢として感じましたね。なんかね、今後も限定もののスニーカーはスニーカーズで十分さばけるというふうにナイキが判断した場合、小売りでね、販売されることっていうのも少なくなってくるかもしれないなと思うんですよね。ナイキってサーバー最近強化してるのかなとかって思ってて、というのが今日ね、最初こそつながりが悪かったんですけれども、スニーカーズでリバースモカ狙おうとした時、抽選開始の時にですね、エントリーするボタンを押してエントリーします。でその後ですね、だいたい10分ぐらいの抽選受付期間があるんですけども、それが終わった後に抽選が始まります。なんですが、今日はね、僕落選したむっちゃ早くて、9時10分にエントリー締め切りやったんですけど、9時12分に落選通知来ました。でそのタイミングで僕のこの生配信のチャットの方にも、皆さんの落選したとか、あと当選した方もいましたけれども、その結果のね、チャットっていうのがバーって来てたんで、なんか抽選の結果が来るのが早くなってるのかなっていうふうに思いましたね。なのでそういうところから考えると、もしかしたら僕は、スニーカーズサーバー強化してんじゃないかなという体感でちょっと今日は思いましたね。今日7月21日発売当日の夕方の時点で、ストック X での販売価格っていうのがこれになります。まず最低価格が1134ドルということで、日本円にするとだいたい15万円ぐらいですかね、の金額で販売されていて、サイズ別だとこんな感じになります。ちょっと字が小さくて見にくいんで申し訳ないんですが、まあこの一番ちっちゃいサイズはね、4311ドルということで、なんか本気でつけてるのかどうかわからん値段ついてますけれども、それ以外はだいたい1500ドル前後かなっていうところですよね。それで次、日本のスニダン見ていただきます。こちらです。これもね、夕方5時ぐらいの時点での価格です。15万4000円からということで、まあほとんど変わらない相場ですね。そしてサイズ別見てもらうとですね、こんな感じです。まあ26センチ以上のゴールデンサイズになってくると20万くだらないという風になってますね。最初出品された時は15万ぐらいだったみたいなんですけれども、そこからどん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 ゴールデンサイズもね、値段が上がっていって、この値段設定になったということですね。この出品の数から見てみると、やっぱり日本に入ってきたのは数千足っていうところが相場かなと思いますね。今回のはね、高値がつきすぎるんで、久しぶりにね、スニーカーズで抽選販売される中で、定価の10倍を超えるという、値段がつくようなプレネのスニーカーになってるんで、さすがに今回は転売目的の、購入者の率が高いのかなと思います。
で、海外の事情をね、お話しさせていただくと、実はね、日本は結構早いんですよ、スニーカーって販売されるの。前にね、僕動画でもお伝えしたんですけれども、スニーカーズって海外のね、サイトにアクセスすることができるんですよね。スニーカーズアプリの中にある国地域ってところがあるんですけども、ここをね、タップして、希望の国にすることによってですね、他の国のスニーカーズの状況を見ることができるんですね。で、アメリカの状況を見てみました。するとですね、アメリカの、スニーカーズではまだ、こちら通知を受けるっていうのがね、出てきてる状態です。そして販売開始は日本時間の23時からというふうになってますね。なんかこの画面だけ見るとまだチャレンジできそうな気しますけども、通知を受け取ることはできますがエントリーはできませんので、これは皆さんね、くれぐれも雰囲気を楽しむためだけに見てみてください。ということで、アメリカではまだ発売が開始されてません。アメリカでの流通量、出荷速数が一番僕は多いんじゃないかなと思うんですよ。なのでアメリカでの発売が行われてですね、それがストック X だとかいろんなところで転売の市場に出てきたという時点でですね、世界的な、おそらくレートが決まってくるんじゃないかなと思います。それによってはもしかしたら海外の人でスニダンとかで買うっていう風に考えている人が、減ってくる可能性があるので、今もしスニダンとかね、二次流通で買おうとしてる人はちょっと考えた方がいいかもしれないですね。今日一日ぐらいは様子見てですね、買わんとこっていう風にする方がいいかもしれません。で、僕的にね、今回のこのリバースモカ、正規で買えた人は本当におめでとうなんですけれども、二次流通でどうしても買いたいっていう人にはですね、やっぱり怖いのがフェイクだと思います。前にね、白龍さんがレビューしていた動画がね、こちらあるんですけれども、リバースモカの偽物をですね、手元に用意してそれのレビューをして貼る動画です。これ見ていただくと分かる通りね、めちゃくちゃクオリティ高いんですよ、今回のリバースモカのフェイクって。で、このね、リバースモカってだいぶ前に作られて発売が何回もね、延期されてるような、そういったスニーカーになるので、打ちタグ見てもらったらおおよその作られた年月日が分かるようになってます。この時期からこの時期までの間に作られたやつですよっていうふうに出てるんですけども、これがですね、おそらく去年になってると思います。今年入ってからじゃなくて去年にもうすでに作られてるスニーカーじゃないかなと思うんですよね。っていうのがね、フェイクも去年からずっとあったからね。もう今ダンクとかジョーダン1とかっていうのはスーパーコピーがすごい作りやすくなってます。なんでかっていうと、技術的にめちゃめちゃ昔の技術なんで、1985年の技術で作られたスニーカーを現代の技術で再現しようというのはめっちゃ簡単だそうなんですよ。それにね、最近ね、その革とかの質もですね、まあいろんな事情があったやと思いますけれども、落ちてきてると言われてます。だからフェイク工場でもそういった素材が手に入りやすいっていうのがあるみたいです。あとね、アーリーペアって言われるような工場でサンプルだとか試作段階で作ったりとかしてるようなスニーカー、これがですね、高値でフェイク工場に売られたりしてですね、そこでめちゃくちゃ精巧なフェイク品を作ったりするそうなんですよ。だって普通に考えて販売されてへんモデルの付属品とか箱とかまで精巧に作るんで難しいですよね。中敷きとかそういうところまでちゃんと作ってるっていうのがスーパーコピーらしいんですが、やっぱりスーパーコピー作る際にはですね、本物のアーリーペアをめっちゃ高い値段出して事前にそのフェイク工場買ってるってことらしいんで、そこまでして作られてるスニーカーってことを考えるとですね、本当にもうスーパーコピーとか注意していただきたいってところなんですね。で、僕のおすすめとしてはですね、例えば返品の機構を見せ、できれば実店舗などで買っていただくっていうのが本当は一番いいんですよね。目の前に、店員さんがいる前で実物を見て確認することができるからですね。それで例えばチェックグッズとかみたいなね、心眼鑑定アプリ、こういうのを一回通してみる。それで通した後でですね、僕は大事だなと思ってるのがね、フェイクと本物をちゃんと自分の目でも見極めることは大事かなと思います。例えばこういう方法があります。前に白龍さんが上げてた動画、こちらね、今先ほど紹介したリバースモカのフェイク出てますよという動画上がってますけども、この動画をしっかり見た上でですね、日本のね、唯一の本物をナイキからの直でね、仕入れて公式で販売されているアトモスさんがですね、アトモス TV で、リバースモカのね、実物を持ってレビューしてはるんですよ。この動画僕かなり貴重やと思ってて、日本に入ってきてるリバースモカの、正真正銘の本物を動画で解説してるっていうのはね、今のところ多分これだけだと思うんですよ。画像もすごい綺麗なので、この白龍さんのフェイクをね、検証している動画とアトモス TV さんの本物を上げている動画、この2つを見比べていただくっていうのがね、一番いいのかなと思います。なかなかね、どこを見極めたらいいか分かりにくいっていうのはあるかもしれませんけどね。でもやっぱりね、自分の肉眼で確認するのが一番いいと思いますので、こういった感じで見比べていただくのがいいかなと思います。はい、ということでね、今日このトラビスコットナイキエアジョーダン1ローのリバースモカ、これの発売日だったということで、今日の動き流れの部分とですね、これから二次流通で買いたいという方へ、注意喚起ということでさせていただきました。まあもちろんね、興味ない方とかね、あと僕みたいにちょっとケチな人間からするとですね、20万もするスニーカーというのはなかなかちょっとね、手が出せるもんではないんですけれども、それでもやっぱりね、めちゃくちゃ欲しい人とかね、年に1回の自分へのご褒美みたいな感じで欲しいなっていう人はね、二次流通ででも買いたいという
方はいると思うんですよ。やっぱりそういう方がね、偽物捕まされた時にすごいショックじゃないですか。1万2万やったらまだ言うても諦めつくかもしらんけど、20万ってね、結構な金額ですよね。大卒の初任給手取りよりも高いじゃないですか。要は1ヶ月頑張って働いたお金よりもですね、高いスニーカーを買うのであれば徹底した方がいいかなと思ったんで、こんな話をさせていただきました。皆さんはどうでしたか？今日買えたかどうかとか、あと皆さんのね、思うところとかあればまた聞かせていただければと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。CRDでした。